新町通り、左手は、栗山帝五条新町は、奈良県五条市の五条新町通り界隈に位置する、重要伝統的建造物群保存地区の名称である。慶長13年に、津井市の家臣であった松倉重政が、二見城城主に封じられて、五条、杖を領し、五条と二見の間に形成された、新町村を町場として発展させた。 城下町を起源とする地区で、新町村は東、中、西町からなり、現那9年には約95軒の家があり、現状の約110軒と大差がない町並みが形成されていた。現在、当地区内の建造物330棟のうち143棟が伝統的建築物として特定されている。南大和の中心都市、五条市の吉野川北岸に位置する五条新町は、 五条と新町からなる。五条は中世末に町場が形成された地区であり、その西の新町は近世初頭に城下町として新たに形成された地区である。伊勢、山と紀伊を結ぶ街道が交差し、吉野川が流れる五条は古くから交通の要衝であり、近世には伊勢街道の宿駅として栄えた。慶長13年。 松倉重政がこの地に一万国で入部し、二見城を築いた。五条市二見五丁目の明十字がその城跡である。城と五条の町場とは離れており、この間を結ぶ道沿いに発達したのが新町である。松倉重政は、元那二年に越え前日の工場へ転覆となり、二見城は廃された。以後の五条新町は天領となり、 消化町として発展する。完成7年には五条大館所が置かれた。新町通りに沿った東西約750メートル、面積7.0ヘクタールが保存地区となっている。地区内には江戸時代から昭和戦前期に建てられた伝統的建造物が良好に依存する。街道沿いの民家は多くが霧妻造り、平ら入り、瓦吹きで江戸時代のものは 寿司二階建て、明治以降のものは二階建てとするものが多く、二階部分は大壁作りとするものが多い。吉野川の氾濫から町を守った石垣も残っている。1958年、建築士屋の浅野清らの調査により、新町の栗山家住宅が、慶長12年の胸札を有し、混流年代の判明するものとしては、日本最古の民家であることが判明した。 1975年には奈良国立文化財研究所による伝統的建造物群保存対策調査が実施され、当地区には質の高い伝統的建造物が多数依存し、江戸時代混流の民家も数多く残ることが改めて確認された。その後、行政と地区住民が連携して街並み保存活動に取り組み、2010年12月24日付で、 五条市五条新町伝統的建造物群保存地区の名称で国の重要伝統的建造物群保存地区として選定された。ありがとうございます。